明治大学への逆転合格なら明治専門塾。1日単位の個別カリキュラムと365日コーチングで、どんな状態からでも10ヶ月で明治大学に合格することが可能です。絶対に明治大学に行きたいという方は概要欄から公式サイトをご覧ください。また専門塾では難関私立大学に行きたい方向けに無料の受験相談を行っています。概要欄から専門塾の公式 LINE を追加して相談してみてください。今、イベント関係の運営をやっている仕事についてます。まあ、大学卒業した後に、芸能の育成所、まあ、渡辺エンターテインメント会社なんですけれども、そこに2年間通っていまして、今卒業したのが最後ですね。大学で行こうと思ったきっかけは、まあ、将来のためとか、あと英語をメインに使う仕事もつきたいと思ったん で大学進学をしてましたね。当初は、まあ、ある程度役に立つのかなって思ってたんですが、今の時代を考えると全然そうではなくて、まあ、学歴とかということではなく、やはり一人一人持っている、まあ、キャラクターとか人間力に、まあ、人間力がメインなんじゃないかなと僕は思ってます。正直言いますと全くないですね。まあ、学歴というよりかどうのこうのよりかは、まあ、一人一人の、まあ、やりたいこと、まあ、夢は何なのかっていうのと、あと、まあ、お金と、まあ、時間と仲間、なんていうんだろう、まあ、最大限に、まあ、バランスよく伸ばせるっていうのかどうかが、まあ、それはちょっとこれからの時代、まあ、必要なんじゃないかなと思いますね。自分自身が、まあ、新しいことに、まあ、チャレンジし続けることと、まあ、限界を超えることと、まあ、人間力を高めることですね。まあ、相手の、まあ、趣味とか、まあ、夢とかを、まあ、知りつつ、なんだろうな、共感、まあ、共感性を高めるのも僕は必要かなと思ってます。あ、どうも、36歳 YouTuber です。よろしくお願いします。あ、大学を助席になりました。大学を助席された理由とは？あの、1日しか行かなかったからです。はい、ではその1日しかその大学行かなかったにもかかわらず、大学にまず行こうと思った理由は？一人暮らししたかったから。それ以外にその大学に行こうと思った理由はなかったですか？はい、親が行けって言って、その親と交渉した結果、行くんだったら一人暮らしさせてくれるって話になったんで、だからじゃあ行くっていう話になって、いやー、でも普通ぐらいじゃないですかね、多分。出身は、まあ、助席になったんで、あんまりね、まあ、真ん中ぐらいの大学ですね。うん、僕の今までの経験上、高卒だから、大学助席になって高卒、事実上高卒ですから、それでなんか損したっていう経験がないんで、別に関係ないのかなと思います。はい、実際問題として学歴のいい人たちっていうのが社会で高い地位についてるっていうのがあるんで、やっぱりそれを踏まえると学歴は必要なのかなっていうふうにみんな思っちゃうんじゃないですかね。うん、とりあえず自分で考えるっていう習慣をつけるのが一番大事だと思いますね。それがついてれば別に学歴とか関係なく、なんかうまいこと生きていけるんじゃないかなと思いますけどね。はい、僕のイメージでは旧帝大からだと思ってますけど、まあ、名前聞いたら聞いてすごいなとはならないですね。別にその早稲田とか慶応とか聞いたら、ああ頭いいんだなってなりますけど、その青山学院とか聞いても、あ、なんか、ミスコンで可愛い子がいるみたいな、それぐらいのイメージしかないですね、あんまり。はい、まあ、でも実際その学歴以外にその人を判断する基準っていうのがない、持ってないっていう人が世の中多いわけだから、まあそれはしょうがない部分もあると思いますね。その学歴以外に相手を判断する手段、なんかそういうな基準みたいなのが日本の社会にできれば、もうそれで判断する必要なくなるんだと思いますけど、それができるまでは学歴で判断するっていうのは、まあ仕方ないところあると思います。はいはい、あ、こうなっちゃダメです。こうならないようにしましょう。